エスビットによる調理の方は結局固形燃料2個しか使わなかったですね。まあ2個といっても 40g のタイプが2個ですが、まあ、今日はエコな感じで済みました。撤収して帰ろうと思ったら雷雨になっちゃいました。本当に山の天気というのは忙しい。まあここ東屋で雨がかかんないんで、まあのんびり待ちます。別にね、今日は急ぎの用事は何もないんで、どっちかというと今日はこういうところでのんびりするのが今日の目的みたいなもんですからね。まあここで雨宿りするだけのことです。いや本当にいい感じに来てますね。植物にとっては本当に恵みの雨ですね。絵には映ってないんですがね、雨のおかげでどんどんね緑の匂いが濃くなってますね。いやこれは実に素晴らしいです。幸いこの東屋ちゃんとした作りで雨漏りもないしベンチもあるんでゴロ寝して待ちますか。それもまたよし。今はもう雨はほとんど止んできてるんですがね、この雲、これ山のねてっぺんをねこうくるむように移動してましてね、これもしあそこの山のあたりにいたらね、もう目の先も見えない、もうね霧のようなっていうか霧っていうかもうミルクのこうコンデスミルクの中にいるようなすっごい濃霧でしょうね。まあ実際御殿場の自衛隊にいた時もねこういうこと何度かありましたよ。麓から見りゃ雲なんですがね、そこにいる人間にとってはものすごい濃霧でね、で大社の壁には水滴がびっちりっていうね、まあものすごい状況でしたよ。特に今の時期もう御殿場の駒門駐屯地実際そうなんでしょうね。ああしかしこれはいい絵ですね。ああこれはいい。ああまあ見てる限りでは綺麗なんですけどね、でもあん中にいたらたまったもんじゃないですからね。でも山っていうのは何が起こってもいい覚悟と準備が必要ですね。ああでもこれ本当にいい絵ですよ。雨は止んで、あとは葉っぱに溜まった水がポタポタ落ちてるって、そんな状況なんで、もう歩けるんで帰ります。まあ一回ね、バッと降ってしまえばもう大丈夫とは、でもね、油断できないね。また第2波、第3波があるっていうのもありえますからね、山の天気は。本当にここをね、Google のアースで見た時に比べて本当に綺麗になってますよ。こっち、ちょっとだけ行ってますね。本当にちょっとだけ。で本当にヘリコプターすごいですね。本当に大事件ですかね、これは。これは味がありますね。これはいいですね。あ、今日はここら辺でやめときますが、これはまた機会があったらちょっと来てみましょうね。ここら辺ただブラブラ歩くだけなら別に高尾山でねこう登山するよりは全然きつくないですからね。まあ、山崎デイリーストアぐらいでよければコンビニもありますし、高尾山口の駅前ねコンビニすらないですからね。自動販売機とせいぜい土産物屋だけですからね。まあ、それに比べればこの奥多摩っていうのははるかにマシですね。雨が止んでうっすらと日が差してきました。まあ、日が差してきたって言ってももうほとんど日没なんですがね、ベートーベンの田園交響曲の4楽章の後半から5楽章にかけて、まあ、それリアルで体験しちゃったって感じですね。まあ、あのこのね4楽章から5楽章のあの嵐から
この晴れる描写非常にリアルですよ。ちょっとヘリコプターの音がなんですが、この雨上がりの山の景色、これはね、単に晴れた日しか来ない雨の日はなんだなぁなんて思ってると見らんない景色ですよね。いやこんな低いところにね雲が垂れ込めるっていうのはね、いやこれは素晴らしい。まあここに住んでるっていうか日常的にね来てる人にとっちゃね当たり前なんですけどね。でもね、初めてとかたまにしか見ない人にとってはもう新鮮ですよ。こんな低いところに雲がかかるなんてね、いや驚きですね。これを地上では霧って言うんですけどね。お、ちょっと歩いて角度が変わってくるとこっち側、いやこれも素晴らしいですね。特にあそこの奥にかかってる雲、霧なんでしょうけども、この感じがまたいいですね。いやこれはいいね。これうまくモノクロで撮ったら水墨画って感じですよね。素晴らしいね。奥多摩っていうのは高尾山より広い分バリエーションありますね。これやっぱりもう一回気分を入れ替えて来るしかないようですね。いかがでしたでしょうか。今日は奥多摩駅の近くをちょいと回ってみました。またね、なんかブオーっていう音がしてますがね、今日事実上三脚をなくしちゃったわけでカメラ置く場所が選べないんで、またこんなね通気口の吹き出し口のそばで撮ってるっていうわけで、まあそこはご了承ください。この奥多摩ね、着いた時はね、まあ、セメント工場だの、まあ、工事中の駅だのそういうのを見てなんか殺伐としとるなとね、ちょっとがっくり来たんですよ。まあ、三脚を実用なくしたっていうのもありましてね。でもなんかこう歩き回ってるうちに、ね、やっぱり山っていうのはいいですね。だんだんとねほっこりとねゆったりとしてきましてね。それにまあ本当に、ね、駅の近くをちょっと歩いただけでね、こんだけ自然緑豊かっていうのはね、これはねもう一回来てもうちょっとね深掘りしなきゃいけないななんて気分になってますね。まあ東屋でね飲んだくれてね、だんだんとねこの奥多摩のね空気に染まってるうちにだんだんとここもね好きになってきちゃいましたね。まあ、高尾山がちょっとあれだなと思うときはこっちもいいですね。ただちょっとね交通費が高いんでそこはネクなんですがね、まあそこはまたなんとかいたしましょう。まあ本当奥多摩っていうのはね本当いい場所なんでね、また今度はねちゃんと万全にね忘れ物とかしないように準備を整えてまた気分を入れ替えてやってこようと思っております。今日はこの辺で終わりにいたします。ノンダックレイでした。夕暮れの奥多摩駅っていうのもまたこれ味がありますね。